はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ軍、ロシア領100町村制圧、約600人を捕虜に。ウクライナ軍のオレクサンドル・シルスキー総司令官は、ロシア西部クルスク州への越境攻撃により、これまでに100町村、計1294平方キロを制圧したと発表した。またロシア兵594人を戦争捕虜にしたことも明らかにした。ウクライナ側が戦争捕虜の正確な数を公表するのは初めて。シルスキー氏は、ロシア軍がクルスクに対する越境攻撃を撃退するために3万人の兵力を再配置したとも主張している。このように報道されております。ロシア軍はロシア・クルスク方面へ若い徴集兵を送っていると報道されております。さらにロシア軍はウクライナ北東部ハルキウ州ボーチャンシク方面に展開しているロシア軍の北方軍集団の一部部隊をロシア・クルスク方面に転用配備していると報道されております。しかし、このロシア軍の北方軍集団のある連隊はですね、連隊がほぼ殲滅されたと見られる状態の中、クルスク方面に再配備され、そのことに不満を持ったロシア軍兵士が自撮り映像を投稿しました。日本時間8月28日午後3時の報告。ロシア軍第30総督連隊、コールサインクーポル、我々の精鋭連隊の半分がボーチャンシクで死んだ。そして今我々はクルスクに再配置された。我々が特別軍事作戦参加者なのに、一体なぜ3万4千人もの兵士が配属されるんだ。誰が我々の家族の面倒を見るんだ。なぜ我々の家族は見捨てられるんだ。コールサインクーポルを持つ第30総督連隊のロシア軍兵士は、ウクライナではロシア兵が月に20万ルーブルで戦闘に参加しているのに対し、彼の故郷であるロシア・クルスク地方ではわずか3万4000ルーブルで戦闘に参加しなければならないのは極めて不公平だと考えている。クーポルは何が起こっているのか理解できず、この混乱を直ちに解決するよう要求している。このように報告されております。通常ですね、戦死者数と負傷者数の比率は1対3と計算されます。つまりこのロシア軍第30総督連隊は半分が戦死し、負傷者はその3倍いるという情勢が報告されていることになります。軍隊の一般定義上、部隊の 30% が損失、死傷しますと全滅と定義されます。 50% 損失で壊滅と定義されます。 100% になりますと部隊殲滅、部隊消滅と定義されます。つまりこのボーチャンシクからロシア・クルスク州に再配備されたロシア軍第30総督連隊は、ボーチャンシクで殲滅状態になり、負傷してはいるが戦闘継続がある程度可能なレベルのロシア軍兵士を再度クルスク方面に移転配備したというのが実情である可能性が考えられます。これではですね、士気が下がるのも当然だと思います。さらにですね、プーチン政権の立て付けではですね、大義も正義もないウクライナ侵略で、ウクライナ北部、東部、南部に侵略しているロシア軍部隊は特別軍事作戦に参加している部隊ということになります。他方、プーチン大統領はロシア・クルスク州においてウクライナ軍を撃退する作戦を反テロ作戦と位置づけ、責任者にボルトニコフ FSB 長官を任命しています。つまりプーチン政権の立て付けでは、ロシア・クルスク方面に配備されるロシア軍部隊は特別軍事作戦に参加しているわけではなく、反テロ作戦に参加している部隊となります。しかし実情はですね、特別軍事作戦も反テロ作戦も任務内容は同じであります。ということは、実態はですね、特別軍事作戦に参加していたボーチャンシクのロシア軍第30総督連隊は殲滅状態と見られる中、クルスク方面の反テロ作戦に転用配備され、それに伴い報酬も変わった、つまり特別軍事作戦から反テロ作戦に変更されたということで、報酬が減額されるという情勢になっている模様です。こうした情勢にロシア軍兵士からのプーチン政権に対する不満や怒りが高まっていると見られます。プーチン政権による大義も正義もないウクライナ侵略は、ロシア軍兵士に対してもある種の詐欺を行うという際限なき悪行であるということが改めて浮き彫りになったと思います。こうした中、ウクライナ軍はロシア南西部サラトフ州、ベルゴロド州、ロシア西部リャザン州、キーロフ州、
ロシア南部ロストフ州というロシア5州に一斉攻撃を行った模様です。ウクライナは長距離タイプのドローンを使ったロシア領内への攻勢も強めています。26日ロシア南西部サラトフ州のタワーマンションに激突したドローン、女性1人が重傷だといいます。現地メディアなどによりますと、ウクライナ軍はそこから10キロ先にあるロシア軍の戦略爆撃機部隊の基地を標的にしていましたが、新築マンションの情報がなくぶつかってしまったとみられるそうです。ウクライナはロシアのベルゴロド州にも地上侵攻を仕掛ける動きを見せています。ウクライナ・ロシア国境で新たな越境攻撃、地元知事、状況は厳しい。ロシア南西部ベルゴロド州のグラトコフ知事は27日、ウクライナ軍の地上部隊が同州への侵入を試みていると SNS に投稿した。ロシアの複数の軍事ブロガーは同日朝、ウクライナ国境沿いの複数の国境検問所が攻撃を受けたと伝えている。グラトコフ氏はロシア国防省によると、国境の状況は厳しいままだが統制されているとし、冷静な対応を呼びかけた。ただ同省はまだ状況についての発表を行っていない。軍事ブロガーの情報では、ウクライナ軍の部隊は60人から500人規模で幅がある。装甲車も参加しているという。一方で撃退したとの情報もある。ウクライナ無人機1000キロ超離れたロシア領攻撃、石油施設を標的。ロシア西部キーロフ州のソコロフ知事は28日、州内の石油製品貯蔵施設がドローン無人機攻撃を受けたと SNS に投稿した。ウクライナ軍の攻撃を受けたのは国境から1000キロ以上ロシア側に入った地点で、独立系メディアメデューザによると、キーロフ州がドローン攻撃を受けたのは初めてという。ソコロフ氏は2機が撃墜され、3機が敷地内に落下して炎上したとする一方、すぐに消火し被害はなかったとしている。だが独立系メディアバザは、貯蔵タンクの一つが爆発して燃えたと伝えた。日本時間8月28日午後7時の報告。ロシアヤロスラブリ州ヤロスラブリ石油精製所の従業員は、無人機による攻撃の恐れがあるため現在避難中である。治安部隊はドローン攻撃の可能性に関する情報を入手し、スラブネフチアノス石油精製所の従業員を安全な場所へ避難させた。日本時間8月28日午後8時の報告。ロシアリャザン州のノボミチュリンスクのリャザン発電所が火災に見舞われている。ロシアメディアは火災直前に爆発があったと地元住民が報告したと伝えている。爆発後リャザン発電所は完全に煙に包まれた。8月28日ウクライナ軍はロシアのロストフ州カメンスキー地区にあるアトラス石油貯蔵施設を攻撃した。ロシア南部ロストフ州の石油貯蔵施設にウクライナ軍の無人機ドローン攻撃があり、複数の貯蔵タンクに火災が発生したとゴルベフ州知事が28日明らかにした。ロシアのインターネットメディアバザのアカウントによると、同州カメンスキー地区では無人機2機が落下後、貯蔵タンク3機が炎上、さらに他のタンクも被害に遭う恐れがある。地元のロシア政権当局は、10日ほど前にウクライナ軍の攻撃を受けて発生した貯蔵タンクの火災がまだ続いているとテレグラムのロシア系アカウントが伝えている。ロシア南部ロストフ州のプロレタルスクの石油貯蔵施設と同様の事態を懸念している。このように報道されております。こうして見てまいりますと、8月26日から8月28日にかけて2日間でロシア、サラトフ州、ベルゴロド州、リャザン州、キーロフ州、ロストフ州、これらロシア5州にウクライナ軍が一斉攻撃を行った模様です。特にですね、コロナ禍で報道されておりますウクライナ軍によって攻撃を受けたロシア南部ロストフ州のアトラス石油貯蔵施設は、日本時間8月29日早朝には他のタンクも爆発した模様だと報告されておりまして、さらに火災が広がっているものとみられます。このアトラス石油貯蔵施設はパイプラインや鉄道車両を経由して製油所から製品を受け取って保管し、地域の燃料配給拠点として機能しているとみられています。そしてこのアトラス石油貯蔵施設は、ロシア軍が占領しているウクライナのルハンシク地域との国境から約 50km 離れているため、ウクライナ東部ルハンシク地域でのロシア軍の活動にとって極めて重要な拠点であるとみられています。航空写真からはアトラス石油貯蔵施設に約28機の石油タンクを確認することができます。他方、8月18日ウクライナ側のドローン攻勢を受けて10日間以上火災が発生していると報道されております
ロシア南部ロストフ州プロレタルスクの石油貯蔵施設は、ロシア従業員が撮影した動画では、従業員が建設に15年かかり、1週間で全て無駄になったと発言しています。ロシアの従業員が撮影した動画を見ますと、燃えていないタンクも撮影されておりますが、それら燃えていないタンクもですね、火災による影響で外壁が黒く焦げていたり、へこんでいたり、湾曲に曲がっているなど、ダメージを受けていることがわかります。このため、ロシア南部ロストフ地方のプロレタルスク石油貯蔵施設は、事実上壊滅したと考えられます。このロシア南部ロストフ地方プロレタルスク石油貯蔵施設は、石油製品を貯蔵するタンクを合計78基備えた国営施設と報道されておりました。つまり今回、新たにウクライナ側のドローン攻撃を受け、火災が広がっている石油製品を貯蔵するタンクを合計約28基備えたアトラス石油施設が、すでに壊滅したとみられる石油タンクを合計78基備えたプロレタルスク石油貯蔵施設と同じ情勢になりますと、ロシアは約106基の石油タンクを失うことになります。これはですね、ロシア軍にとって、そしてプーチン政権にとって、さらにはロシア経済にとって大きな打撃になると考えられます。こうした中、次のような指摘が報道されております。ロシア軍が26日、27日と2日連続でウクライナに対し過去最大規模の攻撃をした後も、ウクライナ軍が新たな越境攻撃の動きを見せるなど、双方応酬が続いている状況です。民間人にも被害が出ているが、ゼレンスキー大統領の狙いは何なのでしょうか。防衛省防衛研究所の兵頭氏は、モスクワ近郊への攻撃はロシア国民に戦争体験をさせて、国内の不安やプーチン政権への批判を煽る狙いがある。ウクライナとしては、少なくとも次のアメリカ大統領が決まるまでは越境攻撃を続けて和平交渉のカードを持っておきたいという思惑もある。ゼレンスキー大統領は、民間人の犠牲が大きくなれば国際的な批判のリスクがあると覚悟の上で攻撃していると指摘しています。他方、ロシア軍は2日連続でウクライナに対し大規模攻撃を行いました。27日の攻撃でウクライナ全土で少なくとも6人が死亡したといいます。27日はドローンによる攻撃が主体でしたが、前日はミサイルを大量に使った激しいものでした。なぜロシアはここまで大規模な攻撃に踏み切ったのでしょうか。専門家は、ウクライナが始めたロシア領内への地上侵攻に対する反撃だと分析しています。防衛省防衛研究所兵頭氏、今回第二次世界大戦後初めて外国軍によるロシア領内への地上侵攻が起きた。それでもプーチン大統領は核使用に踏み切ることはできない。ある意味、ウクライナ全土攻撃以外にロシアが取りうる報復手段はない。報復攻撃で軍事的な対応を行ったことをロシア国内にアピール。もう一つは、報復攻撃があるとウクライナ側に認識させることで、現在のクルスク州への地上侵攻の軍事的な動きを抑止していきたい狙い。ロシア側はかつてない規模で攻撃を仕掛けましたが、戦力が回復しつつあるということなのでしょうか。兵頭さんは、むしろ逆で、今回の大規模攻撃でロシア側の苦境が浮き彫りになったと指摘。本来ならクルスク州に精鋭部隊を投入しウクライナ軍を追い出したいが、ミサイルやドローンを使ってウクライナ全土を攻撃しているのはロシア軍に領土を奪還する余裕がない証拠と言います。兵頭さんはもう一つのポイントにタイミングを挙げています。クルスク州を攻撃された直後に報復したかったが、結果的に3週間が経過している。ミサイルの製造や備蓄など準備の時間が必要だったのでは。つまりロシアには頻繁に大規模攻撃を行う体力も残っていないと分析しています。このように報道されております。ロシア軍には頻繁に大規模攻撃を行う体力が残っていないという分析が示される中、プーチン政権のウクライナ侵略はロシア本土にブーメランのようになって帰っていき、現状ロシア本土に戦争が広がりつつあると見られます。ゼレンスキー政権は今後もロシア本土内の石油・ガス施設、ロシア軍軍事拠点などへの攻勢を強めていくと見られます。ウクライナのゼレンスキー大統領は24日ウクライナの独立記念日でロシアへの報復の決意を示しました。ゼレンスキー大統領は独立記念日でのウクライナ国民に向けての演説で、ウクライナは必ず借りを返す、
私たちの国に災難を招こうとした者たちは、その災難が自分たちの家にも降りかかるのを見ることになるだろう。しかも利子付きで。そして今、我々の敵はウクライナの報復が何を意味するかを理解しなければならない。ロシア連邦内のいかなる場所も、我が国と国民に脅威を与えれば、ウクライナは必ず反撃するだろう。このように述べております。ですので、今後、ロシア国内へのウクライナ側の反撃は、頻度、烈度、強度が増していくと考えられます。これらのことから、今後、ロシア国民は、ウクライナによる反撃の本当の意味を知る情勢に直面する可能性があります。こうした中、西側諸国は、今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして、1分1秒でも早く、ウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。